こんにちは、絵描きのゆうやんです。さて、今日は100円ショップで売られている画材を使って絵を描いていきたいと思います。今日使うのは和の色8色という水彩絵の具ですね。これを使ってマーゲイというね、猫科の動物を描いていきたいと思います。つい先日まで1ヶ月ほどの長い展示販売のイベントで、毎年ね、お正月、年が明けてから恒例の行事になっているんですが、毎日のようにテントに立っていまして、そこにちょうど100円ショップが入っているんですね。で、お客さんがいない時なんかに、まあちょっと100均画材を試してみようかなと思っていくつか買っておいたものです。その中にこの和の色8色という水彩画材があって、で、色の名前がね、江戸紫とか鉄紺白緑とかね、なんかそういうかっこいい響きの名前がついていておしゃれだなと思っているんですが、色自体はそうですね、これまで使ってきたものと劇的に違う色味だなという感じはしませんが、発色や色の伸びや混ざり具合なんかもそんなに違和感がなくて、普通にね、これまで使っていたような水彩画材と同じように使える印象ですね。100円ショップの画材だと、よくこう顔料のね、絵の具の色の部分ですね、色の成分がこう足りなくて薄い色しか出ないとか、混色がこう色を混ぜ合わせることですね、これがあまりうまくいかないとか、いろいろこう100円ショップだから仕方ないということも聞くんですが、どうなんでしょうか。ちょっとしたスケッチや色塗りなんかにはもちろん、僕は作品に使うものとしても十分使えると感じましたね。さあ、大体塗れたところで黒万年筆とホワイトペンで整えて完成です。